嵐、二宮和成が MC を務める日本テレビ系実験、イズバラエティ、できるできないが、18日午後7、時に放送される。人気芸能人たちが、まだ誰も、たことがない、できるできないを検証し、その、顔にたくクイズで出題する。好奇心と探求心を、きたてられる壮大な実験が続々登場し、スタジ、パネラーの坂上忍。 人内とものり、大吾、滝沢カレン、ホタが学者たちの予想を参考にしながら賞金へを目指して答えに挑む。まさかの結果続出に戦連磨の坂上忍も久しぶりに衝撃的な番組出会いました。ととぎもを抜かれる。全長8.5メートルの4トントラックを角の一点を視点にして斜め立たせることはできるのか 正門義則とにと西木い実験に挑む。さらに、どんなものでも斜めに立つ。る、バランスの達人ロッキービオンが韓国か来日し、今までいろんなものを斜めにしたっけ。こんなに重いものは初めてとしながら、とに、くさっさと立てて、すぐに、韓国に帰りますと、のぶみつ。ところが、宿泊し、帰国時間が刻々とこ、衝撃の結末に、全然納得いかない。 とスタジオ、混乱となる。打ち上げ花火の多くは、円、球体だ。四角、立方体に見える打ち上げ花火はできる。か。言われてみれば、気になる疑問を、ナスユーと、たゆえみ、井口博之が検証する。花火史歴40年、超う、テーマパークの花火も手がけてきた凄腕、人に協力を依頼すると、難しいが、できない子、はないと思うと嬉しい回答をもらい、 まだ、も見たことがない四角い花火は果たしてだ、上がるのか。さらに番外実験でも、未だかつ、ない、新しい打ち上げ花火に挑む。本来の紅葉、ずんよりも一足早い8月に、もみじを、黄色や、に紅葉させることはできる。そんな前代未聞、実験に挑むのは、本校下き末広がりず、村、かな子。植物の知識が全くない4人は、知恵を救う、手、 東京大学、小石川植物園へ、植物を研究して40の盾の正樹准教授によれば、もみじに秋が来と錯覚させることができれば、夏の紅葉もか、だという、高さ5メートルのもみじの木の周り、ビニールシートで囲って外気を遮断、その中、超高性能の冷却装置で10度以下に冷やし、もみに秋が来たと思わせる作戦を決行する。出演、MC、 二宮和也、進行、安村直樹、日テレアナウンサー、キルできないクイズにチャレンジするスター、オパネラー、坂上忍、陣内智則、大吾、滝沢カレン、堀田茜、ね、地のスペシャリスト、小島よしみ、サイエンスコーディネーター河村康文、東京理科大学教授、北九州市科学館館長、藤田里志、京鮮女学園大学副学長、高木康信、探求学者代表、 松本真美子、東京大学教養学部客員準教授、VTR 出演、藤原上一郎、なにわ男子、春日俊明、オードリー高知優子、高イコールはしご中、ストーンズ、尾形高広、バンサー、山内鈴聖もに吉典錦鯉、高勝期、高イコールはしご高すへ広がりず、村上慶、こなす優等なす中西、井口博之、ウエスト、んど、岡田由美、